こんにちは。こんにちは。7月、千葉外房でサビキをやっていきたいと思います。イエイ。あっかゆブヨにね、すごいね、刺されるから、ついに虫よけ怒り陣プラスあっかゆデビューです。この間のね、あのアマゾンプライムデーで買ってます。購入すごいね。もうこれハッカーの匂いやばいんだよね。え、アマゾンで安かったの？安かったよ。タイムセールになってた。これだからちょっと一回買ってみようかな。くそ、これね、あの首らへんやるじゃん、めっちゃちょっと目がしぼ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 する。すんごいハッカの匂い。さあ、くさい。これ絶対顔かいちゃうじゃん。目こすってみ、これでシュッて。やだ、ハッカーハッカー、アホがおる。アホが走ります。お、いけた。いけたぞ。どう？ちょっと浅いかも。あ、まず足元からスタートしてます。沈んだらしい。お、あ、じゃあすごいすごいすごい。2匹サバ。サバだね。大量だ。やったー。イエイ。サバにやられてます。ぐっちゃぐちゃいい。ぐっちゃぐちゃ。サバやっぱ引きが面白いね。いい音楽が流れてます。どうなってるか、すごいことになってるよ。こっち側見ほら見てみ。やば。さあ、ピーちゃんに戻ってるのでしょうか。これはきついぞ。頑張れ。届かない。ちょっとね、浮きをつけてないでやってきてないので、今浮きがね結構当たってるから、はい、ブチャも浮きにします。すごいね、開始何分ぐらいだ。結構早かったよね。こんななってる。いい感じです。買いました。こことここ2個、こっちの方が安心するね。見えてるから。見えてるからね。来たらすぐ分かるよね。うん、来る気がするでしょ。来る気がする。何も釣ってないんだけど、まだ何も釣ってない。さあ、こっからブーちゃんフィーバーが来る。来た。
来てるよ。逃げた。うん。へえ。もう一丁。来てる来てる。寝た瞬間だよ。いいじゃん。地合いが来たかもね。来てる？来てる。いいね。やったね。よっしゃー。絡まる絡まる絡まる。イエイ。イエイ。ブちゃんナイスフィッシュ来たやん。来たね。10匹遅れだよ。あ、これイワシだ。イワシさんでした。さあ、続々と釣ろう。でこいじゃん。サバ？ウルメちゃん？ウルメイワシか。どっちか。よし。あ、サバか？サバだな。サバでした。サバでした。来ました。イエイ。イエイ。サバ。サバだね。いいね。いいね。ちょっと見たこと。ブーちゃんの全然なんですけど。チーン。チーン。今の釣果はこんな感じです。いいんじゃない？いい感じに。いい感じに。ここからね。ここからまたパチパチね。やっちゃうから、ね。頭たちを処理して。ナイトです。ちょっとね、今一旦ね、回遊止まってます。止まってます。いいね、夏ね、この涼しい感じの。涼しいのいいね。うん。回遊けど。今んとこまだマシじゃない？うん。まだ大丈夫そう。虫除けと、あの、ハッカ油ね、塗りたぐってるので。すんごいもう、すごい匂いしてる。超臭い。さすがにもう蚊来ないでしょこれでっていうぐらい。これで刺されたらどうするの。でもどうしたらいいんだろうね。蚊取り線香を体中に巻く。あ、ちっちゃい蚊取り線香持ってきたの。こういうやつ。どうする、炊く。いやでも炊いた後のさ、化粧水が一旦大丈夫そうじゃない。ちょっとハッカ油とかで。ここはね、まだマシかもしんないね、うん、いつも行ってるところ。なんかね、奥の奥にチラッとね、あっちにね、あのおじいさん軍団がいるんだけど、すごいキャンプみたいな感じになってる。楽しそう。楽しそうです。今日は、ね、周りはね、ざっとそのおじいさん軍団と、隣に男の子と女の子と、こちらかな。だけど、ね、またね、ちょっと帰りがけのお隣さんにアジ2匹と、サバをまたいただきました。隣さんになる人いつもありがとうございます。まあ、ちょっと知らない人だったんですけどね。私たちのことも、ね、別に知らない。お互い知らない。お互い知らない。と、はい、いうことでね、ちょっと夜に
なりましたけども、ここからちょっとまた釣れそう狙っていきたいと思います。でもほんとこんなね静かな感じだもんね。若干ねあのね右から風がね吹いてきてちょっと流され出してるかな。ピーちゃんのはね、あれないよ、あれどこ行っちゃった？ピーちゃんの行方不明事件ちょっと巻いてみるわ。コマセが顔に落下。ピーちゃんのないよ、ちょっと巻いてみようかな。どっか多分ちょっと巻いてみる。はい、はい、みーちゃんのはいましたね。なんだろうね、魚ついてさいなくなったかと思った。一瞬思ったね。思わなかった。なんか全部ちゃんと処理しました。クラボックスに行ってます。結構な量になったんじゃないか。ちょ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 ついてたりしてないです。ちょっとねもう一回ぐらいね。え、何した、なんか竿短くなった自分釣ってるアホやアホや。じゃあブーちゃんのもついてるかな。テレッテレッテリロープじゃない、その下のロープやっちゃったよ。帰ってきました。ここはトトロのお家です。今日はここに一泊します。します。はい。ちょっとね、ヨズリあれからちょっと全然来なかったので、ね。はい。ちょっと竿を収めて終了しました。釣果は、なんだっけ、サバが。78のウルメイワシが4かな、かなともらったアジと一匹ムツだった。そうアジ2匹かと思ったらちょっとこんなちょっとちっちゃめだったけどムツでした。はい、って感じでですね、今日はちょっと外房の、海に行きまして、ちょっと次回明日はですね内房の海に行きたいと思います。ちょっと日中キス狙えたらキスを狙って、まあ、またちょっと豆味を狙っていけたらいいなと思ってます。はい、はい、ということで今回は、外房の海でサビキをやるでした。ありがとうございました。